世界の舞台で挑戦する人がいる。あと一歩半歩の差で勝敗が決まってしまうなっていうのが非常にあって、まあ、その差をどうやって埋めていくかっていうのをずっと考えながらやってきましたし、特にこのリーグっていうのは競争が本当に激しくて、今日このパフォーマンスが悪ければもう次はないかもしれないって思いながら毎回入場してます。チャレンジすること自体が、まあ、僕のこの人生を築き上げてきたと思ってるんで、まあ、悔しい負け方をすることもたくさんあるんですけど、それが自分の成長につながると信じて、あと半歩を縮められるようにこれからも走り続けるだけです。私たちアサヒインテックもカテーテル治療を通し、さらに多くの命を救うため挑戦し続けます。日本から世界へ、アサヒインテック。